三霊団とは兵庫県三田市で行われる国際交流を目的とした市民祭り。兵庫県三田市ではおおよそ市民100人に1人が外国籍の住民である。民族的な偏見や差別の問題、外国人市民が抱えている様々な問題などの現状を把握し、その解決を図っていくことが目的。民族や文化の違いを認め合い、 外国人市民と日本人市民とが地域で共に生きる多文化共生のまちづくりを目指し市民交流事業として開催。三霊団実行委員会が主催している。第1回は2006年5月21日三田市役所で開催され、その後1から3年に1回同市役所で開催されている。第2回三霊団は2007年5月13日に開催。第3回 三鷹団は当初2009年開催が予定されていたが、新型インフルエンザ流行などの影響で延期になり、2010年5月30日、三田市役所駐車場広場で開催された。第4回、三鷹団は2012年5月27日に、三田市役所駐車場広場で開催。第5回、三鷹団は2014年5月25日、 旧三田市役所駐車場広場が新庁舎建設で利用できなくなったため市役所隣接の三田市総合文化センター協のオトホール駐車場広場にて開催された。ありがとうございます。